長崎市にある国の研究機関、埼海区水産研究所が、有明海で少なくなった柿床の研究を鹿島市沖で行っています。柿床は、干潟や河川の河口域にできる積み重なった柿の集合体です。有明海の柿床研究は初めてで、実態を把握するため、昨年度から分布調査や定点調査をしてきました。 これまでの調査では、佐賀県沖の有明海には現在、鹿島市沖に70ヘクタールほどあるとみられています。浄化能力があるカキが増えれば、漁場の環境改善にもつながります。将来に向けた利活用として、西海区水産研究所ではカキの種付け試験を実施しています。昨年、カキのプランクトンが付着しやすいホタテの貝殻をカキショに設置しました。 1>, 1年目は効率よくプランクトンが付着し、稚貝に成長しました。今月18日の調査でも、新たなホタテの貝殻を設置しました。県有明水産振興センターや県有明海漁協大浦支所は、1年目の稚貝の身の入り方や柿床に残る確率を調べていきます。